なぜ明るいライトを使うんですか？まあね、明るいライトって安全面でも結構大事なことが多いですが、まずね、やっぱベイトが分かるっていうのが非常に大きいんですよ。で、暗いライトだと、まあ、例えばパッて照らしても、あ、小魚がいるなしか分かんないけど、明るいライトだと、その明かりで、例えばこうちょっと前に照らすと、バシャバシャーっていうのに、バシャバシャーって。確かに音しますね。このね、跳ね方、魚が、大事なのはね、魚が見えて、あの魚なんだって分かるわけじゃなくて、跳ね方で分かるんですよ。で、こうやってバーってライト照らすときに、魚びっくりして、潜って逃げる魚と、跳ねる魚があって、で、潜る魚は残念ながら明るいライトじゃ分からない。だけど、例えば今これね、イナッコなんだけど、イナッコは、皆さんが点でバラバラに、方向バラバラに、バチャ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 って、バッタンバッタン飛んでいくのがイナッコです。だからイナッコがいいんだなっていうのが分かってさ、でこれは大事なのは釣り場についてやったらスズキもね逃げちゃうんで、釣り場についてやるんじゃなくて釣り場とは関係ないとこでやるか、もしくは釣りが終わった後にちょっと最後チェックするようにやったりしますね。で、例えば今度イワシだったら、イワシはライト照らしたらライトから逃げる方向にみんな同じ向きに飛ぶんですよ。シャバビャバババババババビン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 飛ぶ、水面から飛び出してまた潜っていくって感じのジャンプをザワーってやるんで、ライトでこうはわすとババ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 って飛んで逃げていくのが見えれば、あ、イワシだなとか、キビナガもそうですね。それから例えば川でシャローがあって背があった時に、やっぱりこうライトでバーってやった時に上流に向かってババババババって飛ぶ魚、それはね、アユです。アユ、そういうのがね、分かると、あ、アユがいるって分かると全然ね、釣り変わるし、あ、イワシだって分かると全然違うんで、なんだろうな。であと例えば下、岸壁際だったら照らして魚がいてヒューってね、落ちてく魚がいるんですけど、それはね、ヒイラギなんですよ。そういうのがね、3ワットまでのライトだったらね、昔はよく3ワットのまでのライトでも田舎は分かったんだけどね、イワシとかアユなんか分かんなかったのね。だけど5ワット以上の時代になってから本当に分かるようになったと思います。それがね、すごい大きいと。はい、あとはですね、明るいライトもう一つ利点あって、橋の上から、他に釣り人いるときやっちゃダメですよ。だけどいないときバーってこう下ライトで照らすんですよ。で、そのときにやっぱこうスズキが赤、ライトが明るければ明るいほどスズキがいるかいないかが分かります。で、僕なんかは釣りして上がった後、まあ橋の上通るときはちょっとこう覗いていくんですね。で、あ、反応しなかったけどいたんだなとか、そういうのが分かるし、結構濁っててもオレンジ色に光るんですよ、スズキの目って。だからオレンジ色に2つポンポンって見えたら、あ、スズキだっていうのが分かるし、例えばね、黄色い真っ黄色の綺麗なレモンサイダーみたいな黄色い目が2つ見えたら、それはエイです。エイだから、干潟でウェイティングしてる時もレディングしながら僕こうライトで照らしていくと、潜ってる絵が目で分かるんですよね。あ、絵がいるって。だからそういうのもね、やっぱ明るいライトの利点。あとは赤く見えたらそれは赤目です。東京にはいないけど見てみたいけどだけどオレンジ色に見えるね、のでシーバスが分かるし、その見える幅、オレンジの点々のこの幅でスズキの大きさも分かるんで、それもね、やっぱり明るいライトほど反射が大きいから大事なんだよね、ライトの明るさ。